何段のやつですかこれは。今多分11とか12にセットしてあると思います。7段から13足、はい、可変になります。長押しすると一気にガーッと動きます、ね、はい、こっちを動かしてみましょう。すごい、こっちを動かしてみましょう。あ、すごい。これが今油圧のレバーのモデルで、はい、これがアルミレバーの油圧ですね。でカーボンもあります。カーボンのモデルもあります。こっちがワイヤー式のモデルですね。こっちはワイヤーのカーボンでもアルミもあります。ブルーム線でこの音です。第二店ってどこですか？あ、穂高。穂高楽しみ。穂高グループとかね、とかをやってる会社になります。はい、ありがとうございます。だからね、シマノとどうかって話してこれスピードってなんか変えれるんですか？はい、レースモードになります。で、もう一つカジュアルモードがあるんですけど、はい、カジュアルモードの方がバッテリーが良くて変速スピードがちょっと落ちるっていう。あ、じゃあこれが一番速い。速いモード。ただ正直あんま変えてないです。あの、そうですね、カジュアルモードでは変えてない。別に趣味に使ってる人にとっては別にこれでいいんです。はい、はいはいはい。フロントも全然、え、全然いいっすよ。全然いいっす、はい。なんか、歌とか見てると、ちょっと遅れちゃうみたいに出てるんですよ。あ、それはもう、なんか、シマノと比較しちゃうと、速いモードはありますけど、でも、全然十分です。全然十分。今のあれが速すぎるんですよ。それはもちろん、純速に、コピーして作られてる。それはもちろん速いです。これはもう、可変になる。欲しい。いいっすよね、これ、やっぱり。10万ちょっとで、私も会社で。ね、永遠としてもしっかりしてる、ね、人寄せできない。